始まりました。はじまきょうしろうです。スゴフェス10連引きます。でそのね、適当に10連引くんすよ俺は。でまあ一応開催情報ね、ちょっとほんと50個たまったんですよ。久しぶりに7回目くらいの挑戦かな。ほんとほんと久しぶりに。どうだっけな、あれ提供割合ってどこだっけな。あったあった。うわ、下に隠しておるわこいつ。第1弾の10連何が出んの、はっきり言って。まあ、確率アップしてるやつが何なのかってことですよ。ビンスモークサンジ 3%、 ボハンコク 2.40%。 あ、道家のバギーも 2.40。 キャベンディッシュ 3%。 まあいいや、じゃあ引きますわ。ちょっとね、引きます。はい、もうね、めんどくさいんで引きます。はいはい、引きます。はい、本当に探します。もうめんどくさいんで50連引いちゃいます。おお、来た、来い、もう一回、もう一回来い、もう一回来い。くそ、1枚目、誰だ。やった、バギーだ。さあ、でもね、あんま嬉しくないんだよな、バギー。お、で、新ディアマンテですね。新ディアマンテ。はい。で、何？あ、ここもう、ムシムシムシ。は？ 2 連続波来たんだけど、バカじゃねえの？あ、で、ゴミ。いらない。いらない。ペル、は？は？待って。あ、まあ、待ってくれよ。いやー、全部かぶってる。わはは、全部かぶってる。なんでよー、なんでよ。すごい、すでに入れたら今度はこれだよ。いや、ガチで悲しい。いや、ゴミばっかなんすけど。いやー、ちょ、怖いわ、今回。いやー、殺しに来てるわ、俺のこと。で、まぁ、あ、今回新たに手入れに入れたキャラはね、まあ、ディアマンテ。まあ、ディアマンテです。まあ、ディアマンテ。よくわかんねえ。よくわかんねえ、ディアマンテ。と、まぁ、あ、スゴフェス限定で、確かにバギーは欲しいと言ってましたが、まあ、もう嬉しいよ、それはバギーは。嬉しいけどさ。いや、君が出る幕じゃないだろうなぁ。なんで、バギーだったんで、メールでエースもらいます。で、エースもらって頑張ってね、レベル上げします。はい。あー、ちょっと気持ち悪くなってきた。お前ふざけんなよ、マジで。最近ゴミしか当たんねえ。ほんとに。ふざけんなよ。ぶっこだぞ、マジでぶっこ。まあ、バギーをレベル上げしましょう。はい。まあ、ひどいわー。まあ、もうスゴフェス来てくれましたよ、バギー。嬉しいっすけどねー。いやー、お前ちゃうやろ。あそこサボだろ。なあ。マジ何考えとんねん、こいつ。しばき倒すぞ、ほんとに。ということでね。まあ、お気に入り登録しときますわ、入手順に。あー、ひどいわー。もうなんかクソしか最近当たんねえわ。で、まあね、オーガーとかこいつらは、あれですよ。限界突破。結構今回はね、限界突破用のキャラが出たんで、嬉しいかなと。これね、サンダーソニアも2人。いや、まあ、かぶりキモすぎない？マジで。マジお前いらないわ、ほんと、ナミ。もう、ほんといらねえわ、マジで。ええねん、お前、どこへでも連れてやらなくちゃ。すごい出せや、お前。喧嘩っとんのか、こら。ということでね。まあ。まあ、エース引きますよ。いやー、エースですね。射撃パもいなければ、技属性のスゴフェスもいないんで、エースにします。ポートガス DS、刻印の被験ですね。これにします。
ポードガス DS 刻印の秘権を私はもらいます。やっぱりね、結構俺射撃パのメンバーもまあまあ充実してるんですよ。メンバー自体は充実してるんですよ。うんね、うん、まあまあ結構ガチャゲンで言ったら結構充実してる方なので、まあポードガス DS ではないのでしょう。あとはね、あの能力解放ほんとね、やばいよな。海賊レベル293で全然形成やってないっていう、頭悪いよ俺ということでね、まあ、ポートガス DS もらいました。はい。これ違うよな。戦国とかやめてくれよ。ということで、やりました。はーい。はい、ということで、ね。いや、初、技属性の、スゴフェスをね、俺はこの、プレゼントでもらうかと。ちょっと悲しいですけどね。でもね、俺ね、全然周回できない。でもやっぱ強いっすよ、はっきり言って。いやーね。ディアマンテって何使うんだっけな。いやー、お前、ペルーが違うわ、お前。おー、右列お、待って、やばくないこれ。お、ルフィをさ、船長にしたときにこいつをやると全スロ持続性になるよ。すごくね、お邪魔じゃない場合はね。まあ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 、いやーでも結構実路右列変換はまあ強い方ですよね。はい、チンコかゆい。で2ターン遅延も普通に強いですしね、はい、いいですね、はい、いやーまあ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 、まあ、でもね、もうちょっとガチャゲン欲しかったわ。欲を言うとひどすぎでしょ。全かぶりですよ、ガチャゲン。ひどすぎだな、これはさすがに。で、まあ、ポートガス DS でね、いろいろできればなと。技属性のフェスゲンがいなかったって結構辛いんですよね。辛いね、ほんと辛いね。ほんと、やっぱステータスが低いんですよ、技属性。ああ、一人いるわ、攻撃力高いの。うん。ドフラミンゴがいたわ。うん。もうこれからもしっかりと育成していって、やっぱしっかりとしたパーティー作っていこうと思います。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。